の装甲艦で南北戦争の西部戦線で活躍した。1862年7月15日にはビックスバーグの北軍封鎖艦隊を突き抜け、自身の損害を上回る損害を北軍に与えた。最終的には北軍による鹵獲を防ぐため、乗員の手で自沈した。艦名はアーカンソー州に由来する。1861年10月、J.T. シャーレイの手によって、テネシー州メンフィスで、アーカンソーの建造が始まった。1862年4月、メンフィスに迫る合衆国海軍による鹵獲を防ぐため、アーカンソーはヤズー川を下って、ミシシッピ州、グリーンウッド大佐に対し、グリーンウッドに移動して、アーカンソーを完成、武装して収益させ、その指揮を取るように命令した。彼が到着した時点では、単に船殻が完成しているだけで、装甲は装着されておらず、エンジンの組み立てもまだで、大砲は砲架に乗せられていなかった。装甲に使う予定の鉄道レールは、川底に落ちてしまっていた。直ちに回収命令が出され、川底の泥の中から装甲用レールが引き上げられた。続いて、ブラウンは、アーカンソーをヤズーシティまで曳航させ、地元の職人に工事をさせるとともに、陸軍の兵士200人に作業員として支援させた。真夏の太陽の下での5週間の工事を行ったが、川の水位が下がってきたために、アーカンソーはヤズーシティを離れざるを得なかった。この時点で艦尾と操舵室を防御するための湾曲装甲以外は完成していた。外見を良くするために、これらの部位は板金で覆われた。この間、合衆国海軍はデビッド・ファラガットが指揮する艦隊をメキシコ湾から派遣してビックスバーグを攻撃させ、また上流からはチャールズ・デイビスが指揮する陸軍所属の小型砲艦や小核艦も攻撃に加わっていた。その後すぐにビックスバーグの南軍司令官であったアール・バンドーンはブラウンにアーカンソーをビックスバーグに向けるよう命令した。ブラウンはミシシッピ側の船舶から船員100人をかき集め、さらに60人の兵士を乗艦させた。これらの兵士は艦載用の大型砲の操作はしたことがなく、またおそらく艦上勤務の経験もなかった。ブラウンは北軍艦隊との戦闘準備が整うまで、乗員をアーカンソーから脱走させないようにするのが、唯一の問題であったと述べている。1862年7月14日、ブラウンはビックスバーグの北軍艦隊に向けて出撃した。約15マイルを航行した後、ボイラーから蒸気が漏れており、全部火薬庫の火薬が濡れて、使用不可能になっていることが分かった。ブラウンと乗員たちは、ヤズー川沿いに空き地を見つけ、そこでまみれた火薬を天日で乾燥させた。常に火薬をかき混ぜて上下を入れ替えるようにしたため、日没までには火薬は発火可能なまでに乾燥した。アーカンソーは再び航行を開始した。ビックスバーグ上流で北軍艦隊を攻撃するアーカンソー、1862年7月15日7月15日の夜明け直後、3隻の北軍艦艇、装甲艦、キャロンデレット、木造砲艦タイラー及び、小核艦、クイーン・オブ・ジ・ウェストがアーカンソーへ向かってくるのが視認された。北軍艦隊との間に遭遇戦が開始された。直後にキャロンデレットは操舵部への被弾により戦闘不能となり戦場を離脱した。タイラーとクイーン・オブ・ジ・ウェストはアーカンソーを追尾した。やがてマストと煙突が林立するような北軍の艦艇がビックスバーグのやや上流の川の屈曲部に視認された。ブラウンは、昇格攻撃と混乱を防ぐため、敵艦に可能な限り接近することとした。北軍艦艇は蒸気を焚いていなかったため、ほとんどが動くことができなかった。両者は、至近距離で砲撃を交わしたが、アーカンソーは、北軍艦隊を無事にすり抜けた。アーカンソーのビックスバーグへの到着は、熱狂をもって迎えられ、市民の艦庫は下流の北軍艦隊からも視認できた。その夕刻、下流のファラガットの艦隊はビックスバーグの砲台を通過してアーカンソーを破壊しようとした。しかし、その日の遅くまで動くことができなかったため、行動に移った時はすでに目標がよく見えなかった。ただ一発のみが命中し、2人が死亡、3人が負傷した。アーカンソーは敵艦を一隻も破壊することはできなかったが、北軍艦隊に対して大きな人的損害を与えた。最初の戦闘で、北軍側の死者は18人で負傷者は50人であった。加えて、行方不明が10人があった。さらに夕刻にビックスバーグの砲台を通り抜けた際に、北軍は戦死5人、戦傷9人の損害を受けている。他方、アーカンソーの損害は合計で戦死12人、戦傷18人であった。修理の後、アーカンソーは北軍艦隊にとって再び脅威となった。北軍艦艇は真夏の炎天下、1日24時間ボイラーに火を入れておく必要があった。この問題を解決するため、北軍艦隊は再びアーカンソーの停泊地に向けて出撃し、これを破壊することを試みた。この時、アーカンソーの乗員数は大きく減じており、大砲は3門が使用可能なのみであった。このため、沿岸砲台からの援護に依存するを得なかった。7月22日の朝、アセス・エセックス、クイーン・オブ・ジ・ウェスト、アセス、サムターの3隻があまり協調の取れていない攻撃をかけてきた。最初にエセックスが昇格攻撃をかけてきたが、アーカンソーの乗員は素早く艦を動かした。結果エセックスの攻撃は失敗し、アーカンソーの横を通り過ぎた。その後10分間にわたり、エセックスは沿岸砲台とアーカンソーからの砲撃にさらされた。エセックスの装甲が乗員を守り、損害は戦死1人、戦傷3人に止まった。他方、エセックスが放った砲弾の1弾がアーカンソーの鉄板を貫通し、戦死6名、戦傷6名の損害が出た。エセックスは岸から離れ、下流のファラガットの本体に戻った。しばらく後にクイーン・オブ・ジ・ウェストが攻撃をかけてきた。クイーン・オブ・ジ・ウェストの艦長はその速力を見誤っていたため、艦はアーカンソーの脇を通り過ぎてしまい、上流側から再度攻撃をせざるを得なくなった。アーカンソーへの衝突には成功したものの、速度が十分ではなかったため、アーカンソーに与えた損害は小さかった。その後クイーン・オブ・ジ・ウェストは上流側の艦隊に合流した。クイーン・オブ・ジ・ウェストも沿岸砲台からの砲撃を受けたが、驚くことに大きな損害は受けなかった。ファラガットはすでに海軍省に対してビックスバーグからの撤退許可を求めていた。ビックスバーグを占領するためには陸軍の支援が必要なことは明らかであったが、すぐには期待できそうになかった。艦隊乗員はミシシッピの夏の暑さに慣れることができずに病気が蔓延し、加えて、季節的な水位の低下も、喫水の深い艦艇にとって、脅威を与えていた。アーカンソーに対する警戒を継続しなければならないことが、最終的に決断を促すことになった。ファラガットは、ニューオーリンズ近郊を向けて撤退する許可を得、7月24日に、ビックスバーグを離れた。デービスの小艦隊も何もすることができず、これも撤退した。デービスは、彼の艦艇をアーカンソー州ヘレナに移動させ、ビックスバーグの北方からこれを見張ることができた。北軍艦隊が撤退すると、ブラウンは4日間ミシシッピ州グレナダへ赴くことを申請し許可された。出発前、ブラウンは番頭に対してアーカンソーのエンジンが故障しており、出撃前に修理する必要があることを告げていた。また、部下のヘンリー・スティーブンス大尉に対して、彼が戻ってくるまでは出撃しないように命令していた。燃えるアーカンソーに対して発砲するエセックス不運なことに、バンドーンはこれを無視した。彼はスティーブンスに対してアーカンソーを下流のルイジアナ州バトンルージュに航行させ、そこでジョン・ブレッキンリッジ少将が率いる陸軍部隊の北軍に対する攻撃を支援するように命令した。ブラウンからの命令があったためスティーブンスは躊躇し、連合国海軍のとある上級士官に対して質問を投げかけた。この上級士官は問題に介入しないことを選んだ。このため、スティーブンスはバンドーンの命令に従ってアーカンソーを出撃させる他はなかった。ブラウンが恐れていた通りに、ビックスバーグからバトンルージュに向かう途中に、アーカンソーのエンジンは何度か故障した。その度ごとにエンジンを再度動かすことはできたが、信頼性に欠けることは明らかであった。しかしながら、アーカンソーはバトンルージュまで何とか航行し、かって戦ったことがあるエセックスを含む北軍の商艦隊との戦闘に備えた。8月6日の朝、エセックスが死任距離に入ってきたため、アーカンソーはこれと戦うために出撃した。ちょうどこの時、両エンジンのクライクピンがほとんど同時に壊れ、アーカンソーは岸に流されてしまった。スティーブンスは乗員に対艦の準備をさせた。エンジンを破壊し、大砲に砲弾を装填し、残った砲弾は破棄し、その上で艦に火を放った。その後乗員は脱出した。ほぼ同時に艦は壊れて川下に漂い始めた。最後まで残っていたスティーブンスは泳いで脱出した。アーカンソーは燃えながら北軍艦隊に向かって漂って行き、正午頃に爆沈した。アーカンソーはフリー、ネグロポイントの鉄道、自動車併用橋 1.4 マイル南方の堤防の元に南北方向に横たわっている。川口から233マイルと690フィートの地点である。ありがとうございます。